クロちゃんこんばんはこんばんはちゃんは何か収集しているものありますか集めてるもの,るもの、ね、今は集めてるものないけど、うんうん、前、さっき思い出したの。なになにパスネット集めてた。パスネット懐かしくないパスネットって多分、6年ぶりぐらいに言った。<laughs> 6年ぶりぐらいに聞いた。<laughs> そのワードを。パスネットってあんま言わなくない <laughs> 言わない。パスネット集めてたんだよ。マジか。 どんなからなんか、うん、パスネットってさ、使用済みのやつ一駅に置いてじゃん。はいはい、はい、それを、なんか,か、<ー>結構可愛いのがあるの。で、最初は全然集める気とかなかったんだけど、なんか友達が集めてたのかな、小学校の時の。うん、で、なんか流行ってて、それが、パスネット集めるのが。うん、流行ってたわでしょでしょ私も集めるのに憧れてた人。<laughs> やればよ <laughs> はしなかったけど、のあの、 四角いさ、のでさ、作られたところに入ってんだよね、塩でめのやがそう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 。で、小猫柄とか結構好きだった。はいはいはい。うわ、懐かしい。うわ、どこもね、どっか行っちゃった。なんか今残ってた結構なね、あれだと思うよ。珍しいものとかあったと思う。だって私今思い出した。しおり集めしてた。しおりしおり。しおりじゃないしおりじゃない今私うん。しおりじゃなくて。集めてた。本のしおり。 な、そんなに頻繁にあるっけしおりって。あれ、なんかさ、本屋さんとかに行くとさ、<ー>いつもさ、<ー>ちょっとさ、限定のやつとかさ、あーもらえる。あるんだよ。うんうん、すごい集めてた。たまになんか、本屋さんに乗ってちょっと可愛いやつとかがある。ある,あるあるある。それをすぐ集めたり、あとは、しおりを作ったりもしてた。うん、あ、作った、私も。学校でも作ったこともあったりした。うん,うん。確かに。しおり、あ、集めてた集めてたあるよね。 昔集めてた。すごい。今とかだったらさ、なんかあんまり、なんか家が汚くなるとかさ、思っちゃうだけどさ、物がいっぱいあるから、集められないけど。そうね。うん。あとは、私、あ、ぬいぐるみあ、ぬいぐるみ、ぬいぐるみ集まる集まるよね。集めてたわけじゃないけど。ないけどね。でもなんか、うさぎが多いわ、私。うさぎ率高い。なるほど。 友達も集めてた。名前つけてた人、うさぎに。名前つけてる人。そう、名前つけるのそう、なんか、UFO チャットとかで、だいたい UFO チャットーお母さんと、いつも、これ可愛いっつって、撮るの。でもうで、撮って、出てくるじゃん、こう、パカって。で、その瞬間に、も帰り道で、どうするっつって、いつも。名前つけるの何、何ちゃいたえっとね、私が、今でも5匹ぐらいいるの、ベッドで。ああ。5匹ぐらいと一緒に寝てるんだけど、 いつも一番抱えてるのは、ふわりんっていう。ふわりんそう、ま、そのままなんだけど。ふわふわなのふわふわなの。白いサギなんだけど。そう。あ、あと、思い出した。何酒豚集めてた。あのさ、よくさ、瓶とか置いてあるところに、蓋がね、酒蓋があるの。はいはいはい。お酒の瓶の蓋なのかな。蓋ね。お兄ちゃん。違う違う違うゃあできるやつ。 お兄ちゃんと、そのコマを集めるために、あ,うん、あの、ちっちゃい頃なんだけど、本当にちっちゃい頃、小学校低学年か幼稚園ぐらいの時に、お兄ちゃんと酒た取りに行ってたの。で、しかもでも、うん、ないんだよね、あんまりその、コマになるような蓋の形が。その酒た見つけた時が一番嬉しかった。うん、待って今思い出したんだけ、はい、シール集めてなかった。集めてたシール <laughs> 絶対そう、さょっ待って、はいはい、はい、どうぞ。<laughs> 同じ世代の子全員、女の子全員って言ってもいいよね。タイルシールみたいなのもなかった。いや、っていうか、そのシールシール帳を持って、絶対交換するんだよね。そうでさ、なんかさ、おじきシールとかさ、なかったおはじきシールおじきシール、私、すごい、おじきシールって、すごい、あの、なんか、大事なやつないあるなかなかあげたくない。あげたくないだけど、すごい友達が、すごいの持ってたりすると、 じゃあいいよ。ある感じで交換するみたいな。どやっとね。そう。その時が多分んね、ケだったんだよね。だから、そう。なかなか、友達に、あげの、なんか友達がすごい、どこでも売っているもう私持ってるよ、みたいなやつのシールとかだったら、私も、同じようなやつあげてた。そうやってたじ懐かしいね。シール集めてた。シール集めてたね。ああ、集めてた。あるね、意外と。そういうものね。いや、あるわ。 楽しいねち。ちょっとテンション上がっちゃった今、今、うん。考えよう。んとだ考えようということで、皆さん、はい、メールありがとうございました。